はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、海外新規ゴーテス使っていこうと思っております。このデッキね、めちゃくちゃ難しいね。あの構築が、たプレイングはそんなに難しくないんだけど、構築がまあ難しくて、ちょまだね、海外新規っていうのもあって、なんかあんま研究が進んでなくて、なんか結構正解構築と か, なんかどうやって動かしたらいいかみたいなのが意外とね、まだ定まってないみたいなところあるんですよね。でこれ診断解説の時にやったんですけど、これどういうデッキかっていうと、令和の除外解散物、なんかメタファイズみたいな感じで、チューナーたちが除外された次のスタンバイになんか蘇ってくるみたいな効果がありましてね。でスタンバイフェーズに蘇ってきたその相手のターンのメインフェーズに、自分がアクセルシンクロできるという効果があるんですよ。自分のこれを含むモンスターを素材にして魚族のシンクロモンスターを出せるということで、この効果を使って相手のターンにシンクロモンスターを立っていく。でこいつらが妨害一応持っていて、例えばこいつだったら相手の、カードと自分の魚を除外する。で除外されると墓地の魚除外して戻ってこれるとか、あとこの一番最強のエース最果てのゴーティスってやつが、全部のカードをフィールド上の全部のカードを除外できるっていう効果で、除外された次のスタンバイに持ってるみたいな感じの効果になってますね。でこのエンドモンスターの妨害をうまいこと有効活用して戦っていくというデッキになってますね。で一番その強いムーブって何なのかっていう、ゴーティスのこれはですね、一旦6シンクロをすること、これです。なんでかっていうと、このゴーティスの大蛇、アリオンポス、これが一番、大蛇これが一番強いんですよ。これがシンクロ召喚した場合にデッキからレベル6以下の魚族を除外するっていうね、だから次のターンに動く用のこの辺のモンスターを、まあ、除外したりとか、即座に、こいつ、ちなみにこいつだけは除外された相手ターンに即座に特殊ができるっていう効果があって、これを特殊召喚してすぐ、出してこれないっていうか動きがしあるんですよ。でさらにこいつが進行さになると、自分の墓地の魚を除外して、そのモンスター除外、しながら、除外したモンスターのレベル以下のレベルを持つ魚をサーチできるっていう効果があるから、アリオンポスを出して次のターンに蘇生してくるこいつらを除外しておいて、さらにアリオンポスを素材にしてシンクロをして、なんかドラガイトとか出したり、グリムとか出したりして、なんか妨害を構えながら、相手のターンに動くよう準備プラス妨害で、さらにサーチ、こいつが素材になったのでサーチ、これを入れていくと。だから6シンクロをこいつ出した後に8シンクロをできるとめっちゃ強いんだね。はい、というわけでそういう動きができるように組んできたつもりです今回は。まず6シンクロをするギミックなんですけども、一番お手軽なのは死神官スーパイってモンスターがいまして、これスーパイをデッキから特殊召喚できるんですけども、シンクロモンスターしか出せなくなる代わりに、6シンクロがここでできるんで、召喚権使わずにね、めっちゃ強いですこれ。はい、であとはこれ氷結界の昭和氏、これね水属性であればあった方がよくて、これなんでかっていうと、このドラガイトっていうモンスターを基本的には先行で出していきたくて、こいつがね水属性を墓地に要求するんですね。だから水属性であった方がいいんですよ。で、今回は氷結界の昭和氏を使ってます。これ手札を捨てると氷結界のチューナーを、特殊ができるよっていう効果があって、これを水かけで出してくると一応ここで、6のシンクロができると。でじゃあもう1体チューナーをどうやって出力するかっていうと、今回は、こっち の, あのレトロトフュージョンっていう謎のカードを使って、まあチューナーレベル2チューナーとかレベル4の、魚を供給したり、あとこれですね、アスタルトシンクロ、これ自分のメインフェーズに手札から特殊召喚できるという効果があって、これがいるとシンクロしか出せなくなるんですけども、まあ、シンクロは出せるということで、今の動きをした上でアサトシンクロンと8シンクロをしていくという動きを基本的にはしていきたいと思ってます。はい、で、動かし方はね、なんかね次のスタンバイを見据えて動かしていくから、後攻めっちゃ弱いです正直。ワンキルとかめっちゃ取りにくいし、なんかね動くタイミングが次のスタンバイだからちょっと遅いんだよね。先行取ったら普通にティアラメンツさんにも全然勝てるんだけど、高校マークがかなりきついかなと、いう風な印象を受けました、回してて。ほんで、アビスシャークとかクリスタルシャーク入ってるのは、このアリオンポスとかでサーチしてこれるんですよね。で、召喚権使ってなかったりすると、普通にここから、デッドリーフ持ってきて、デッドリーフからの妖精シフ落としてみたいな動きができるんで、結構強いかなと思って入れてますね。はい。で、一応誘発もある程度は入れておきましたが、まあ、強いかどうかはもちろん先行ゲーなんで、ぶっちゃけこのデッキってなんかこんな誘発入れたところで高校勝てるのかみたいな話あるんですけど、はい、
というわけで、早速ね、これで切符回していきましょう。最果てのゴーです。めっちゃかっこいいね、召喚ムービー。はい、デュエル。スタンバイ。さあ、本日は新鮮な魚が入荷しましたので、皆さんにぜひ味わっていただきたいというふうに思っておりまして、ゴーティスデッキ組んできました。主神官スーパーへの効果を発動。ペイスイス。あれは、うららきめ。うららき、まあでも一応動ける、別に。まだ動ける。てかスーパー手札に行くのやめろ。毎回毎回、うっとうしいから。プリンセス召喚、効果発動。うわっ、デッキから、お魚ちゃんをリクルート。妖怪魚、あ、これ、市場、闇市場で買ってきました。妖怪魚、デッドリフの効果を発動。魚族モンスター一体を墓地に送ることができる。それによってなんか、クリオネリマキナを墓地に送っていく。でクリオネちゃんの効果を発動。クリオネちゃんは魚族モンスターの打点を上げるために自身を除外することができる。で除外された、あ、これ発動したほうがいいですね。でさっきの、ドヒドイではゲームから除外しておいてこれドヒドイじゃないですよ、よく見てください皆さん。ペイスイズみたいなやついるんですけど、あいつマジでドヒドイデなんで見てください。で、クリオネリマキナ効果よみがえってきます。あ、ちなみにこれ相手ターンに増殖する G 打たれるのめっちゃ重いんで、このデッキ見たらね、あ、自分のターンだから自分、相手した場合は自分のターンに増殖して打ってみてください。めっちゃドローできます。はい、特殊召喚めっちゃするんで、テラフォーミング OK で、特殊召喚に成功したこの魚、お魚ちゃんはロコ魚チューナーはアクセルシンクロができます。そのターンにね、メインフェーズ中にアクセルシンクロができます。何？消えたができます。はい、で、ペルレイの効果、ティアラメンズにはね、しかも先行取ったらそこそこ強いです。これなんでかっていうと、ギミック上除外を使うんですよ、ゴーティスってのは。それが結構強いです。ああ、向こうはラインでどうぞ。で、シェイレーン打点高えな、やばい。妖怪機械男が墓地を送られてしまった。なるほど。でシェイレーンの効果でキトカロス、まあ、キトカロスはちなみに、着地してサーチした後にぶち込んであげばいいんで除外を。はい、最強なんで見てみてください。でティアラメンツメイルー、オッケー。でメイルー効果いいでしょう、まだいいですよ。キトカロスと、マジでキトカロスを除外、本当に全力でね。マスクチェンジセカンズだとだーに、おー、そんなにでも刺さないんじゃねえかな。除外されるのは別にいいやみたいな感じなんですよ、これこのデッキ言うてそんなに刺さらんかなっていうところありますね。で、ケルド効果、なるほど、ケルド今効果、ペルレイのか、ペルレイの起動してるのかな多分。でモンスターを破壊したいんだろうな、まあ、チューナー破壊されるのに別に対象取るよね。チェーンしても、大丈夫ですね。別にこれ後から打てばいいんで、後打ちなんで、シンクロ召喚の効果は。だから別にあんま関係なくて。で、はい。で、ゲルド効果、まあ、でもちょっとタイミングずらされるか。自分の好きなタイミングでシンクロできないけど、若干。はい。で、マスクチェンセカンドからのダークロー、バックターン。で、バックターンで、自分のこっちのカードは、墓地を送られるカードは全部除外されるっていう。まあ、でも除外しても返ってくるんで、そんなに困んないですね。で、シェイレン効果でもちろん、まあ、シフ効果発動するしかない。シチューナーがいなくなるとシンクロができないんでね、こっちから先、まあ、どっちでも関係ないから、あんまり、まあ、0-0なんでね、一応こっちから発動しましょう。でメインフェール中に、シンクロアクセルシンクロができます。いくぞユース絡みつく時間振り切ってこの音楽流れてこれ出てくるの嫌だなクリアマインドからのゴーツの体じゃアリオンポスでも嫌だな絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばしてって言いながらさなんか謎の海へ見えてきてるけど。で、キトカロス効果いいでしょう。さあ、墓地に送るか、手札に加えるか。でアリオンポスちゃんの効果、大蛇は、デッキから魚を、市場に送り出すことができます。はい、市場過去除外ゾーン、市場過去除外ゾーンにお魚を送り出し、で、キトカロスの効果で何かをサーチする。はい、レイノハートいいでしょう。いいんですかそんなカードをサーチしてて。
で、ゼップ効果除外されると特殊召喚できる、はい、で特殊召喚されたゼップはシンクロ召喚ができる。でシンクロ召喚使うのはもちろんアスカーンですか。いやでもこれあ分かった、これね分かりました、スーパーアクセルシンクロブームします。アリオンポスと攻撃ゼップでシンクロしてアスカーン出して、でアスカーンは、お互いの、フィールドの、お魚と相手のフィールドのカードを、まあ、除外するっていうお互いにっていう効果なんですが、もうちょっとめんどくさいんでもうここ行きます、こう行きましょうもう吹き飛ばします、すべてをすべてを吹き飛ばす。レベル8のアスカーンにレベル2のクリオネに負けなおチューニング、シンクロ召喚現れよ、これがエースモンスターサイハーデノグローティス、シンクロ召喚成功値効果発動、すべてのカードをゲームから除外、うわつあそしてゴーティスちゃんは除外された次のターンのスタンバイフェイス舞い戻るぜ、フリン、スーパーにちなみにあるので、まあ、もう一回シチューナーを供給できますので最強に、で最果てのゴーティスを特殊召喚、このカードは除外されているモンスターの数かける500ポイントの盾になる。さあ除外されたゴーティスチューナーたちは戻ってくる、残念だったらマスクとヒーローダークロなんていうモンスターは1ミリも刺さんないぜ、なんでかっていうと除外されるのはありがたいからだ。まあ、ちょっとねポジリソースも使うんでディメンションアトラクターとか次元の叫びそんなに相性良くないんですけど、入れられることは入れられると思いますけどね。まあ、ボチリソース結構使うんですよ実は。で、ペイシースを背負して、でスーパイからの手札からスーパイ弱すぎるだろお前、くんな手札にスーパイくん、マジでこいつさ本当にやる気出しすぎなんだよね毎回毎回。で、スーパイスーパイで、海蛇海蛇海蛇効果発動、ゲームからカードをジョガイングしていく、市場にね送り出すスタイルでいきましょう、はい市場に送り出すスタイルで、ペイシース除外&このなんか謎のタコ回収、謎のタコを回収し、そしてまあドラガイターでいいかこれは。ですね、こことここでドラガイと、はい、ちなみにムドラとかこうケルドみたいな効果って言われてもそれチェーンして一応このタコの効果で除外できるんですよ。なんでまあ割とね相性はいいです、はい。でまあケルド効果と言ってくるじゃないですかこれね、ドヤ顔で、まあ、立て上がるんですけど、なんならこれ殴った勝ちかなんならこれ殴った勝ちだ。まあ、一応進化するか、はいはい、でこれチェーンするじゃないですか、だから要するにタコはね自分と相手のメインフェール中であればなんかフリーチェーンで、カードを除外して手札から出てこれっていう効果ありまして、でこれで圧倒的最強タコ爆誕、はい。でケルドで戻るスーパーありがとう、スーパー戻るありがとうこうやって一応先行だったらかなり動けます、はい。バロネス出すしねえかバトルだね、はい、さようなら、楽しいデュエルだったぜ、ゴーティスビームバゴー。まあティアランメンツには刺さるやろこの効果。あーなるほど、アサルティングシンクロン来てるのまあまあでかいけど、これ召喚権使わないよ、これ裏だって言われると割と積みそう裏だって言われると割、あ大丈夫だ、危ねー危ねー、これねーモンスターが残んないとアビスシャークって特殊ができないんですよ、それがちょっと弱いところですね。で一応墓地に送るのはシフ送っといて、でアサルトシンクロン特殊召喚、あなんかあるで700ダメージ受ける、でこのこいつが場にいる場合シンクロモンスターしか出せないよっていう効果が、ありますので、なんかあるな相手、なんだろうな、ゾウジーの打ってこないウララも打ってこないって、これ何これ DD クローとか DD クローエフェクトベラーみたいな効果かな、
でもエフェクトペダルだったらデッドリフに打つ気がするんだよな。なんだろう、ちょっとわかんないな。なんかクローとかそっち系なんじゃないかな。あとあれかな、シグレとか、ゴーティスの、海蛇、海蛇効果、デッキからカード除外するで、まあ、除外するのは除外されてないやつでいいから、まあ、これは、ドヒドイデですかね。ドヒドイデ除外するで、アビス特殊、これは俺あれだよな、スーパーに使ってないな。あの、ね、スーパーとアビスシャーク、クリスタルシャークちょっと相性悪くて、あのシンクロモンスターしか出せないって縛りとね、エクシーズモンスターを出したい時の縛りがちょっと若干ね、気になる部分ではあるんですよ、はい。まあ、ただあのスーパーから入ってない場合はこんな感じで、あの盤面にモンスターを並べていって、エクシーズも、まあ、妨害として追加できるんで、まあ、全然強いかなといったところ。ちなみにこれ増殖する字打つ場合は、あの、でも増殖する字相手なんの、自分のターンに打つのと相手に打つのとあってゴーティスって相手にめっちゃその動いてくるんですよ。なんかメタファイズみたいな感じですね、はい。メタファイズみたいな感じです。めちゃくちゃあの相手に動いてきます。なんでそこ結構増字の打ちところむずいみたいな感じで、妖精ゴー、妖精シフト、あとあのドヒドイデが返ってくると、はい。ね、ここで1回2回でシンクロで3回でもう1回シンクロで4回だから4回くらい特殊がするんだよ相手のターンに。令和版メタファイズなんで、ええ、なんで増字打つ場合は自分のターンに打つと結構ドローできます多分。でスターターか、 OK でね、ね、着地狩り講座したいのでアサイラムヘッドナイト、素材を2個使いまして相手のフィールドのモンスターをパクって素材にしたいと思います。素材にしたいと思います。ほい、それもらうわ。はい、ありがとう。プルリン。ちなみに妨害数でいうとね、1、2、3、4妨害ぐらいできるかな、一応シンクロで4妨害ぐらいできる多分。でシフト、このお魚とシンクロ召喚して、で飛び魚を、これ侵入化した飛び魚を、チェーン1、海蛇で自分除外で、お魚飛び魚効果で、飛び魚と相手のキャロットを、最果てまで吹き飛ばす。相手絶対このデッキの動き分かってねなんか持ってるんだろうけど、なんか打ちどころ分かってない気がするな。テキスト読んでますかねもしかしたらデッキから、タコをね、加えまして、はい。でアスカーン効果発動、除外されるとなんかお魚を除外するともう一回市場に並ぶという効果で、もう一回市場に並んでいく。でもう一回この重心クロできます。でこの何でしたっけ、タコの効果でもう一回、もうあと8進行がもう一回いきます。あー、メインフェーズ終了前、ペイシーズ効果発動、そんな伏せカード2枚吹き飛ばされるけど大丈夫かな。さあ、レベル8の飛び用にレベル2のクリオネリマケナをチューニング、シンクロ召喚、現れろ最果てのゴーティス、最果てまで吹き飛べおりゃー、で墓穴か、なんで使わなかったんだ、分かんなかったのかな分かんなかった説あるね。打ちどころ、まあ、打ちどころあんまないな、墓穴そんなに打ちどころないですね。なんか、まあ、言うてあのサーチぐらいから止められるの、あのレベル6の進行も、はい。でゴーティス戻ってきます。あとはまあ打点作りに行けばいいんですが、はい。増殖する時結構重いです、もうどのタイミングでも、どっちのターンでもそこそこあの展開するんで、ね、でクリオに戻ってくる。でですね、なるほど、じゃあまあ、とりあえずこのタコ効果発動して、でアスカーンとペイシースを除外すると、特殊召喚できますと。で特殊召喚に成功すると、アスカーン除外された場合に戻ってくるっていう効果と、タコがなんかフィールドのカードが離れた場合に除外されるっていう、まあ、そういう、効果を付与する感じですね。で、ここからの除外するのはまあアビシャクか、
で、打点足りるかな、これ。なので、さすがにこれ打点足りるか。出すか。カードが除外され、お魚が除外されると、自身が自らフィールドに並ぶという効果、市場に出る効果。で、アスカーン効果で特殊召喚される効果。で、まあ、一応手札ケアします。まあ、バロネス出るんで、バロネス出しますか。こことここでバロネス。3000、2100、1500。これで足りてるか。これでもう足りてるな。はい。バロネス。なーんと。召喚できてくさ。召喚権使ってんの、マジ。強すぎて草なんだけど、このデッキ。神デッキじゃん。はい。で、魔法トラップ、向こうぶっ立てて。はい、最強。では一応打点アップして、でこれで4000になります。打点がね、うぃーぜーバトルゴー、ういはい、凱旋ありがとうございました。ビームバゴー、これ楽しいね。うん、まあ、高校絶望的に弱いっていうのは聞いてるわ。まあ割とね、手数が出るんでね、なんかね、1、2倍ぐらいだったら割と超えられる可能性はあるんだけど、ただね、やっぱね、このデッキね、高校取った時にワンキル取れないのがめっちゃ弱いわ。なんか展開がメタファイズなんで、基本的には。除外された次のスタンバイから動いてくるんですよね。なんで、要は、相手の先行盤面を、開始づらい。2ターン目になんかその、動き出すの意外と難しいから。そう、そこがね、ちょっと若干ね、懸念点ではあるね。うん。まあ、先行ったらもちろん強いわ。テンポ的に。やっべ、なんか、相手、ありえない動きしてる。ていうかさ、すごいどうでもいい話していい。この、獅神界スーパーっていうお姉さん、マジエロいよな。これ、見えてるでしょ、これ。横から見たらもう完全にもう見えてるでしょ、これ。マジエロいよな、この女。クソヤバムーブ来たんだけど。クソヤバムーブ来たんだけど、これちょ待って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 、やばいって。それは迷惑電話編じゃん、これ。無限迷惑電話編でしょ、これ。やべ、意味不明すぎるカード発動された。召喚の呪詛、なんだこれ。500ライフの払わずに破壊する。このカードがフィールド上に存在する場合に、モンスター特殊が成功した場合、コントローラーは手札を1枚選んで除外する。え、お前自分の手札除外されるか、大丈夫か。お前自分の手札除外されるぞ、召喚の呪詛。ということはね、このモンスターが特殊が成功した場合、そのモンスターコントロールを当てて1枚選んで除外する。え、どういうこと、何がしないのこれ。で、イエローガジェット持ってくる。で、ブラックガーデンが特殊召喚さ。で、あえおい、じゃあ俺、じゃあ違うよ、じゃあ俺特殊召喚したの、あいつだよ、特殊召喚したの。おい、そのモンスターのコントローラーって書いてんじゃん、ふざけんなこれ。おふざけんなこれ。いや、まあ、でも除外できるか、この妖精を。これ次のターンのスタンバイに戻っておいて意外といけるかもしれない。なんだこのゴミデッキ。どう、俺特殊召喚しやん俺。私特殊召喚はしておりません。冤罪です、冤罪です、やめてください。呪詛効果、お前自分の手札バンバンなるだけだぞ。で、ブラックガーディングの効果、これもしかしてさ、特殊召喚繰り返されたらさ、一生手札俺なくなるんだろ。やばないこれ。おい、ふざけんなよ、盤面埋まったからお前戻ってこれねえじゃねえか、俺のゴーテスちゃんが。おい、どうなってんだこれ。どうなってんだこれ。ちなみにこのトークンを使って出せる電気モンスターとか僕入ってないんですよ、デッキに。もうほとんどシンクロモンスターしか入ってないんで。いや、奇跡起きろ。ちょ、いらねえ、クソいらねえわこれ。デッドリーク最近にはワンチャンあったのに。くっそ、何このキモいデッキ。